皆さんこんにちは、石井正則です。今日はまったりとイヤホン雑談です。ね、なんかイヤホンをね、このイヤホン紹介するっていう動画が多いんですけど、最近でもなんか細かい話とかはできなかったりするじゃないですか。でちょっと今日はね、お話したいことがあったからね、結構急遽カメラ回してる感じです。実はですね、僕の大好きなこちら ZSTX、 これリケーブルを実はちゃんとやってなくて、ふぐみかんさんの方から石井さんハートミラープロをお持ちだから、ハートミラープロのケーブルがつながるから、あれ 4.4 あるんで、あれをまずつなげてみたらいいですよって言われて、それを試したぐらいなんですよ。で最近は、まあ、前にもちょっとちらっと話したんですけど、やっぱりイヤホンの動画は基本的に 3.5 の方でお伝えしていこうかなって考えていて、それはなぜかというと、まあ初心者の方も見られるチャンネルだし、こうリケーブルが当たり前っていう世界線じゃない方も見るってなった時に、ちょっとこうあくまで売られてるままの状態だとどういうふうに聞こえるかについてお話をさせていただく方が、まあ一つチャンネルとしては意義があるのかなと思って、そういうふうにしてるんですね。だから割とこれも今は 3.5 そのまま付属のケーブルでテストとかすること多いんですよ。で自分で個人的に聞くときにはハートミラープロの 4.4 バランス接続で聞いてみたりはしてたんですけど、あんまり聞き比べとかそういうことはしてなかったんですね。で実はふぐみかんさんは ZSTX にはレッド AG っていうケーブルがすごく合いますよってことを結構頻繁におっしゃってるんですよ。でそれを試してみたいと思いながら、なかなかレッド AG がですね、アリエクスプレスで買ったら届かないっていう状況があったりとかしまして、結果ようやく届きまして、ちょっとこれ聞き比べやってみたいなっていうことと、この間ご紹介したアイコーの OH300、 これも地洗いの黒が良かったんですよっていうお話をさせていただいてるんですけど、それも結構こうリアルタイムでの聞き比べっていうのはやってないので、こう結構特にね、レッド AG に関して言うと、いつもだったら軽く聞いてみて、比べはしないけど一応聞いてみるみたいなことはしておいてから動画収録臨むんですけど、今日本当に初めて全く聞いてない状態からリアルタイムでやってみたいなと思っておりますんで、まあそれとこの OH300 の地洗いの黒のリケーブルも改めて聞き比べてみて、こうどういう風な差が出るかとか、そういうのをね比較していく遊びをしてみたいと思います。よいしょ、何聞こうかな。最近はトーン2プロの方でね、レビューというかやること多いんですけど、試し聞きとかすること多いんですけど、これがね結構ダイレクトに良くも悪くも出るんで、だからごまかしは聞かないって感じありますね。もう今日は自由に聞こう。なんかめっちゃいいじゃんいややっぱね ZSTX いいんですよ。ちょっとサクサク聞いてみよう。うん、いいんだよね。何なんだろうね、 ZSTX の良さって。もうほんと分からん。うん、やっぱいいんだよね。ちょっとだからこれがレッド AG になった場合どうなるかよね。こんにちはレッド AG ちゃん。なんかこのグリーンのボディに赤ってどうなんだろうと思ってたんですけど、いいっすね。結構なんか特徴的な感じになるな。なんかわかります？表現しづらいな。なんかいいっすよね。思ったより良かったな。赤と緑の組み合わせってあんまり考えたことない色合わせだったけど、これはこれでいいのかもしれない。よし、行ってみます。おーおーおー、まずパワフル。あ、赤いケーブルっていいね、結構。ファッションのアクセントにもなるかも。いやー、これすげえいいのかもしれないぞ、これ。何聞くといいかな。ちょっとしっとりした曲も聞いてみたいな。なんかめっちゃ高級イヤホンみたいな感じでも、またそれとも違うか。なんだろうこれ。もうわかんない。ちょっと待って、伸びやかさとか全然違うぞ。すげえいい。いいね。確実にいいです、これは。おーほーほー、なるほど、そういうことか。ふう、
楽しい。もうどんどん聞く。っていうかね、なんか、まあこのトーン2プロもあるんだろうけど、ダイレクトに来る感じ、パワフルなのよ。すごいね。ちょっと待って。じゃどうしようかな。これ本当にこの値段なのか。ちょっとピント合ってなかったかもしれないですね。ごめんなさい。あの、マニュアルフォーカスのレンズなんで、いつも。だからすごい。ちょっとなんかこう2倍とかじゃなくて3倍4倍にまずパワフルになりました。全部がドスンと。ただ独特の乾いた感じっていうのかな、その乾いた感じは消えないんですよ。で全部パワフルっていう、そういったニュアンスになりますね。なんかすっごいすっごいよ。でも別に無理にリケーブルしなくても十分にエモーショナルなイヤホンなことは間違いないと思います。ちょっとじゃあこの流れで今日はね、もう本当にこう真剣に聞くというよりは楽しいって感じで今日はね、ゆったりやりたいなと思ってたんで、この OH300 の方もちょっとパッと、すげえもうゆるゆるな感じです。ピントも合ってなきゃなんか適当な感じでやってますけど、まずはそのまま付属の 3.5。 わあやっぱね、付属のでも低音がすごいのよこれ。低音の雰囲気が違う。あーでもなるほどね。あーこうやって聞くとやっぱ ZSTX 随分違うんだな。あーやっぱ跳ねてんのよ、うん、やっぱ音が楽しいんだねこの曲、このイヤホンは。もうちょっと早速すぐに地洗いの黒に変えちゃいます。もうどんどん聞いて楽しんじゃいましょう。地洗いの黒です。かっこいいね。あーなるほど。ふんふんふん、同じのまず聞いた方がいいね。単純にめちゃくちゃ良くなります。で、今回分かったことはやっぱりその付属のケーブルだと跳ねてたって言ってたのが、やっぱりこう落ち着きが出るっていうのは前回も話してるんですけど、落ち着きが出るんですよ地洗いの黒に変えると。なので埋もれてたボーカルの声とかその人の声の帯域とかなのかな、が埋もれてたのがバランス取れるようになった感じはあります。なのでやっぱりリケーブルした方がいいかもしれないね。でもなんかリケーブルしないその本来の付属のケーブルのままのなんか楽しさもあるんですよ。ちょもう一個聞いていい？ごめんなさいね、すごいなんかノリでやってて今日、まあこういうたまには緩い雑談系の動画という雰囲気でも。綺麗ね。すごいいいです。うん、ただなんか若干若干やんちゃだった子がまともになったっていう感じもあって、まんまのケーブルの面白さもあるなと思いました。で、変化率っていう意味で言うと ZSTX と RedAG の方がリケーブルした後の変化の振れ幅がすごかったです。こっちの方がやっぱり元のケーブルも多分いいんだと思います。変わり幅は少ないんだけどすごくいい形にバランスが取れたって感じですね。さあということで今回はこんな風にまったりとお届けしてきましたけれども、皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は石井正則でした。いやもうね、いい加減な状態よいやもうエンディングでダラダラと喋りますけど、このね ZSTX に RedAge はマジでやばいっすよ。てかこの RedAge のレッドいいね。ケーブルの色がいい。これ最高ですわ。これがすごくいいですよ。でこのアイコ OH300 に黒いケーブル、この黒いケーブルの組み合わせこれもいいですね。うん、かっこいい、クール。うん、それぞれの良さがあるな。いや面白かったです。ちょっとこうどうしてもね
まあ、冒頭にもお話しましたけれども、ちょっとこういうまったりした雰囲気でお届けするのたまにはやりたいなと思ってた中で、少しいろいろお話しだ、実はねまだねいろいろあるのよ。実は CCA の CRA プラスを買って聞いてたりだとか、まあいろいろまだ買ったアイテムいっぱいあってそんなお話もしたいんで、また定期的にねこういう細かく自分で買ってなんか試してみたりしてることの雑談的な、それを一つにまとめて雑談的にお話しさせていただくみたいなのもね、定期的にやりたいなと思いますので、ぜひぜひご期待いただければと思います。改めて最後までご視聴いただきありがとうございました。またいろいろ聞いてみよう。